札幌市障害福祉課の道野と申します私から平成24年10月からスタートしました障害者虐待防止法についてご説明をさせていただきますまず法律の名称ですが正式には障害者虐待の防止障害者の養護者に対する支援等に関する法律と言います平成23年6月に議員立法により成立し 平成24年10月に施行されましたこの法律は虐待によって障害のある方の権利や尊厳が脅かされることを防ぐことを目的としていますこのためにこの法律では国や地方公共団体などに虐待防止に関する責務を課すとともに障害者虐待を受けたと思われる方を発見した場合の通報義務を課しています それではこの法律のポイントについてお話ししますこのの法律の対象となる方ですが身体障害知的障害精神障害のある方やその他にも心身の障害や社会的な障壁によって日常生活や社会参加が困難で援助が必要な方などが対象となります。 次に、障害者虐待の、えー、種類ですが、法律上3つの障害者虐待に分類されます。1つ目は、えー、養護者による障害者虐待。えー、これは、障害のある方の生活の世話や、えー、金銭の管理などをしている、えー、家族や親族などによる虐待です。えー、なお、同居していなくても、えー、身辺の世話をしている、えー、親族、知人などが養護者に該当する場合もあります。 2つ目は障害者福祉施設従事者等による障害者虐待、えー、これは障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている、えー、職員による虐待です3、えー、つ目は使用者による障害者虐待、えー、これは障害のある方を雇って、えー、働かせている事業主などによる虐待です、えー、次に虐待の類型ですが、えー 身体的虐待、性的虐待、えー、心理的虐待、えー、放棄放任、これはネグレクトともいいます、えー、それと経済的虐待、えー、この5類型に分類されています。はい、それでは、えー、虐待の5類型についてお話しいたします。 1>, 1つ目は身体的虐待これは障害のある方の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えることまた正当な理由なく身動きが取れない状態にすることを言います例えば平手打ちをする殴る蹴るつねるやけどや打撲をさせる無理やり食べ物や飲み物を口に入れるなどの行為が該当しますまた身体拘束についても 必要性に基づかずに行われる行為は、虐待にあたる可能性があります。例えば、柱やベッドに縛り付ける、医療的な必要に基づかない投薬によって動きを抑制する、部屋に閉じ込めるなどの行為が該当します。2つ目は、性的虐待。これは、障害のある方に無理やり猥褻なことをしたりさせたりすることを言います。 またこの場合、表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうか見極める必要があります。例えば、性的行為を強要する、歪説な言葉を発する、歪説な映像を見せるなどが該当します。3つ目は心理的虐待。これは障害のある方を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的苦痛を与えることを言います。 例えば怒鳴る、罵る、悪口を言う、仲間に入れない人格を貶めるような扱いをすることなどが該当します四つ目は放棄放任、ネグレクトとも言いますこれは食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助ほとんどせず障害のある方の心身を衰弱させることを言います例えば食事や水分を十分に与えない 学校に行かせない、食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している、えー、汚れた服を着させ続ける、排泄の解除をしない、爪や髪が伸び放題になっている、といったことが該当します。そして5つ目は経済的虐待です。これは本人の同意なしに、障害のある方の財産や年金、えー、賃金などを使うこと、 ままた、障害のある方に理由なななく金銭をを与えいいことなどを言います。例えば年金や賃金を渡さない、えー、本人の同意なしに財産や預貯金を勝手に処分運用する日常生活に必要な金銭を渡さない使わせない本人の同意なしに年金等を管理して渡さないといったことが該当します。 次に、札幌市における虐待の相談通報窓口をご紹介します。札幌市では、法律が施行される以前から、各区役所や市内に18カ所ある委託相談支援事業所において、相談や通報の受理を行ってきており、法律の施行後も引き続き、これらの窓口で相談をお受けしています。このほか、法律が施行された平成24年10月からは、札幌市 障害者虐待相談という専門の窓口を札幌市社会福祉協議会への委託により新たに開設をしておりますこれらの窓口では電話やファックスまたは来所により相談をお受けしておりますなおこれらの窓口については札幌市で作成しております虐待防止パンフレットこちらの方や 相談支援ガイドブック、えー、また札幌市のホームページに、えー、電話ファックス番号や、えー、相談受付時間などを掲載しておりますのでご参照ください、えー、また身体や生命の危険に関わるような、えー、緊急性が高い場合にはまずは110番や119番に通報していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー、相談や通報受付後は、えー、区役所で、 訪問調査などの事実確認を行った後関係機関と連携をしながら虐待の解決に向けた対応を行っていくことになりますなお身体や生命の危険に関わる恐れがある場合には緊急一時保護などの対応も行います以上障害者虐待防止法の概要につきまして簡単にお話をさせていただきました虐待への対応は問題が深刻化する前に 早期に発見すすることが重要です虐待を受けている方や周りで虐待を受けている疑いのある方に気づいた場合などは速やかに区役所や虐待相談の窓口にご相談くださいますようよろしくお願いいたします。